2月26日、久しぶりに菊池城で撮影です。現在、年末年始のレナード彗星のような派手な彗星はいませんが、かなり明るい12から13等級の彗星は数個見えています。風邪をひくと面倒なことになるご時世なので冬眠していましたが、そろそろ活動再開です。白牡が終わったくらいの西の空です。数字の順番に撮影していきました。時々刻々と低くなるので沈む前に急いで撮影していきます。今回は60秒で16枚を基本にして、淡い青がありそうな彗星は120秒露出にしてみました。彗星予報でお伝えしている彗星よりやや暗い15から16等級くらいまでを対象にしました。口径15センチ、F4 ニュートン反射望遠鏡に冷却 CMOS カメラで撮影です。地球に接近している彗星が多いですが、少し離れているのに10等級前後と明るい彗星もいます。このアトラス彗星は4ヶ月くらい早く来ていれば地球に接近して大きく明るく見えたかもしれません。少しタイミングがずれましたが、夏に10等級くらいになるかもしれません。彗星を撮影している様子です。彗星の近くの明るい星を自動導入した後、位置の微調整とピント調整を行います。位置とピント調整が終わったら、星図と位置を同期して彗星を導入します。
オブジェクトネームに彗星の仮符号を指定して分かりやすくしています。中等級程度まで明るくないと撮影時に彗星は見えていません。オートガイドが安定したら撮影を開始します。Exposure started.Exposure finished. Dithering started. この彗星は15等級くらいなので、画像処理しないと見えませんでした。撮影が終わったら、次の彗星の近くの明るい星の導入です。また、位置を微調整します。一時期、プレートソルブで位置合わせしましたが、手動調整の方が早いので、今はこうしてます。この彗星は10等級近かったので、5秒露出で見えてますね。ただ、場所によっては銀河と誤認したりすることもあります。この彗星は淡い部分も映したかったので、120秒露出です。Exposure started.Deep sky clock event. コマが大きく広がっていますね。撮影結果を撮影順でどうぞ。
冬眠明けなので何かトラブルが起きることを心配してましたが、今回は特に問題なく撮影できました。風邪ひかないように留意しつつ撮影したいと思います。製図はステラナビゲータを使用しました。音声合成はボイスボックス四国メタンを使用しました。